さあ審判団戻りまして、まもなく後半戦再開の兆しが見えてまいっております。現在、この試合前半戦終えまして、リードエフォートエールズがワンタッチダウン、ワンフィールドゴールを上げまして10点リードする形で試合が推移しております。しかしサイドワインダーズも攻守ともに目覚ましい展開を見せるプレーがありまして、予断許さぬ状況にありました前半戦でした。さあ双方ともその突破口をこのハーフタイムでそれぞれ講じたと思われます。その策が果たして実りますのはどちらのチームとなるでしょうか。まもなく後半戦再開という形になります。後半戦はリードエフォートエールズのキックオフで再開する形になります。キックオフしますのは2番の石井です。広島大学出身のプレーヤーが務めます。これに対するリターナーサイドワインダーズは12番の選手と、もう一人の番号をちょっと確認させていただきますが、サイドワインダーズ対リードエフォートエールズ第3クォーター間もなく2番でしょうか。若干ちょっと番号の確認難しいところ申し訳ございませんが、2番と12番が配置している模様です。2番は、ミリン龍谷大学出身、12番の田原は立命館大学出身です。このキックはエンドゾーンを越えましてタッチバックとなりました。サイドワインダーズ自陣25ヤードからの攻撃でこの後半戦は開始する形になります。サイドワインダーズの攻撃でファーストダウン、サイドワインダーズの攻撃自陣25ヤード地点よりファーストダウンテン、サイドワインダーズ自陣25ヤードからファーストダウンテン。パス不成功、ナイスパスカバー。さあまず右側にいるレシーバーにパスを投じましたが、これに対してエールズ24番素晴らしいマンツーマンのカバーを見せましてパス不成功に変えております。見事なカバーをしましたのは21番の小林でした。京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズセカンドダウン10、さあ今度はオプションを展開しました。ランニングバックに託しましてピッチからウィーオープン突破を図らせました。キャリア1番それを突破線と右オープン展開を図りましたが、エールズのディフェンス群がりよく、しかしゲインは3ヤード確保しております。ランを展開しましたがサイドワインダーズ1番の中田でした。もめは学院大学出身、サイドワインダーズサードダウン7。さあまだ続いている、ナイスダウン、ファーストダウン。ここで選択肢のドロップへパスに見せかけたランプレーでした。しかしディフェンス群がりよく、一旦は潰れかけたところ、しかしランニングバック個人技で左オープンへ展開、見事なステップワークで粘りましてセカンドエフォートを加え、サードファーストダウン獲得となっています。さあ攻撃継続となりました。サイドウィンダーズ自陣41ヤードからのファーストダウンテン、パス不成功。
パス不成功の判定です。クォーターバック下がりまして、ここで奥にパスを投じんと構えましたが、その投げる最中にディフェンスヒットしまして、このパスは結果的にパス失敗と変わりました。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。このあたりフロント陣含めてエールズ素晴らしいスピードを披露しています。サイドラインナーズ突破なるでしょうか。セカンドダウン10。サイドラインナーズセカンドダウン。アロこれはエールズナイスディフェンス。ここで裏をかかんとドロープレーを展開しましたサイドワインダーズ。しかしここにエールズフロント陣が殺到。9番14番が詰め寄りまして、このランを阻止しております。対応しましたのは9番の梅本、14番の掛野でした。リードエフォートエールズ9番梅本達也選手、サイドワインダーズサードダウン。サイドワインダーズサードダウン11。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック11番、右にロールアウトし、ディフェンスを振り切って、そこからワイドレシーバー5番にパス。5番、見事にそのディフェンスのスクラムにポジションを取りまして、パスキャッチ、攻撃権更新です。サイドワインダーズ、ファーストダウン。見事にキャッチを果たしましたが、サイドワインダーズ、5番の内藤、龍谷大学出身です。さあ前進しまして、サイドワインダーズ相手陣34ヤードの位置に攻め入っています。ここでホイッスル。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、フィールド勝負のフィールドタイムアウト、レフリータイムアウトです。ここでフィールド上に、トラブルが発生したため、現在レフリータイムアウトが入っております。さあ試合再開です。サイドワインダーズ相手陣34ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック11番、右に展開していた12番にパスを通しまして、まず4ヤードのゲインとしました。短いパスですが確実に前進を果たす形になっております。パスをコントロールしていますのは11番の伊藤です。防衛大学校出身、そして今回このパスを取りましたのは12番の田原です。立命館大学出身です。サイドワインダーズセカンドダウン6。パス成功。パスダウン。サイドワインダーズ、ここでクォーターバック11番プレイアクションのパス、今度は内側に切れ込んだ12番、見事低い弾道でしたが、これを見事キャッチし攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター。さあパスによって着々と前進してまいりました。サイドワインダーズ相手陣15ヤードのうちにボールを進めました。サイドワインダーズエンドゾーンにこのボールを届けることに成功できるでしょうか。ファースターン10。サイドワインダー敵陣15ヤード地点よりファースターダウン。これはエールズナイスディフェンス。
今度はこの裏をついて中央のランペを投入しましたサイドワインダーズですが、しかしこれはエールズ5番が見事仕留めまして、このラン1ヤードロスに変えております。まずロスタックでこのワンプレーを防ぎましたのは5番の山下でした。近畿大学出身チームキャプテンです。サイドワインダーズセカンドダウン11、さあ左に3枚のレシーバーを構えました。3バイ1パス不成功。さあプレッシャーかわして内側に入り込んだレシーバーにパスを投じましたが、コントロール乱れパス不成功となっています。ダウン変わりましてサーダウンに変わります。サイドワインダーズの攻撃サードダウン、サイドラインナーズサーダウン11、エンドゾーンまでは16ヤード。ここでパスプレーでエンドゾーンに戻りました。11番のバック井戸勝孝選手からワイドレシーバー5番内藤拓磨選手のクォーターバック選手は奥に走り込んだ5番にパスを投じ、5番これを見事にエンドゾーンでキャッチしましてタッチダウン。サイドワインドズ6点返す形に成功しております。そしてトライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加。サイドワインダーズ7点、リードフォートエルズ10点とスコア変わっております。サイドワインダーズ7点を追加。ディフェンスが、エルズ素晴らしい中、これをパスで突破しました。奥に走り込んだレシーバー5番倒れ込みながら見事にこのパスをキャッチし、反撃のノルシとなるタッチダウンを上げる形に成功しております。見事なキャッチを決めましたのは5番の内藤でした。龍谷大学出身のプレイヤーです。さあこれが試合の転換点になるでしょうか。サイドワインダーズキックオフに入ります。エールズはリターナーに8番と21番を配置しています。8番は渡辺広島大学出身、21番は東浦桃山学院大学出身です。さあスクイブキックゴロのキックを蹴りました。これをブロッカーの選手が抑えまして自陣40ヤード付近を確保しております。サイドワインダーズのキック0番光下和樹選手のキックをこちらリードエフォートエールズ7番米津時太選手がリターンをしましたのはエールズ7番の米津でした。京都教育大学出身です。バスダウン。リードフォートエルズ自陣40ヤードからファーストダウン10。リードフォートエルズ自陣40ヤードよりファーストダウン。これはサイドエンドアズナイスディフェンス。リードフォートエルズ21番東浦選手、ここはまず21番にスピードに乗って左オープンのランを展開させようとしました。しかしこれをサイドワインダーズ54番見事にワンハンドタックル決めまして、このランを阻止しております。見事なタックルを披露しましたのは、サイドワインダーズ54番の井上でした。京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。セカンドラン残り11ヤード、エールズセカンドダウン10。さあ今度はクォーターバックハンドオフオプションで自らキープを選択しました。
左オープン突破を図らんというところでしたが、ここはディフェンス陣踏ん張りまして、しかしゲイン5ヤードから6ヤード奪っております。7ヤードのゲイン、リードフォードエルズサードダウン。キャリア4番は信弘でした。京都工芸繊維大学出身。エールズサーダン4、これはサイドワインダーズナイスディフェンス。この距離はエールズはエースランニング枠34番に託しまして突破図らせというところでしたが、しかしここでエールズディフェンス陣殺到、54番仕留めましてこのランを阻止しフォースダウンに変えます。見事対応しましたがサイドワインダーズ54番の井上です。京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。この点は素晴らしい攻防戦を見せております。フォースダン6、エールズパントフォーメーションを取ります。サイランズリターンに入る、カバー群がる中中央突破展開しようとし、自陣26ヤード付近からのサイドワインダーズ攻撃となります。さあサイドワインダーズ自陣27ヤードからの攻撃に変わります。サイドワインダーズ自陣27ヤード地点よりファーストダウン。サイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功、パス不成功の判定です。まず左側にいるレシーバーに目がけてのパスでしたが、しかしこれはディフェンスカバー厚く不成功となっています。ダウン、セカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン、サイドワインダーズセカンドダウン10。ナイスラン。難易枠1番ドロープレイでボールを託され中央突破展開、一旦はタックル受けましたがセカンドへフォートで9ヤードのゲインに変えております。パスダウン更新まで残り3ヤード、パスダウン更新まで残り1番は中田です。桃山学院大学出身。サイドワインダーズサーダウン残り1ヤード、ファーストダウン、この1ヤードランプレーで見事に突破を果たしました。キャリア1番、これも密集点、相手ディフェンス群がる中体を伸び上げるように全身に投げ出し見事攻撃権更新果たしております。サイドワインダーズファーストダウン。ここは1番の中田が素晴らしいプレーを披露しました。桃山学院大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズファーストダウン10。さあ再び密集点に飛び込みます。今度は左オフタックル付近へのランプレー、
キャリア18番密集点に体を投げ出し約4ヤードのゲインを果たしております。キャリア18番は渡辺、兵庫県立大学出身、地元兵庫県のプレイヤー、出身のプレイヤーです。兵庫県の大学出身、兵庫県立大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズセカンドダウン6、パス不成功、ここでトリックプレイ、パスインコンプリート、サイドワインダーズの攻撃はパスインコンプリート。ここでモーションしてきたバックス18番にハンドオフし、そこから18番パスを投じました。しかしここでペナルティが発生しております。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投げ終わった選手に対するハードヒットです。この反則は重大な反則として扱われます。ペナルティ15ヤード従いまして自動的に攻撃権更新となります。サイドワインダーズ、サイドワインダーズファスター、イーデンフォードエルズのラフィンザパスターの反則により15ヤードのパスを投げ終えた選手、あるいはキックを蹴り終えた選手は非常に不安定なため、その選手に対しては保護がかかっております。この選手に対する反則は重大な反則として扱われます。サイドワインダーズ敵陣40ヤード地点よりファーストダウン。さあこの結果サイドワインダーズ相手陣40ヤードからの攻撃となります。サイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功、さあここでオプションをフェイクし、縦に上がっていた4番にパスを投じましたが、しかしタイミング合わず不成功となっております。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10。サイドワインダーズここで後半1回目のタイムアウトを投入します。サイドワインダーズここで後半1回目のタイムアウト、次は次はシアトルからドロー入れて、シアトルからドロー、でもそれちゃんポイントポイントでやらないとやらないとダメ。タイムアウトは前半後半ともに両チーム3回ずつ要求できます。さあここで一旦策を講じる格好になりますサイドワインダーズ。ハーフタイム、このタイムアウトでどのような策を投入するでしょうか。ボールオンは相手陣40ヤード、ダウンはセカンドダウンの状況になっています。さあタイムアウト解けまして試合再開、サイドワインダーズセカンドダウン10。サイドワインダーズセカンドダウン、パスダウン更新まで残り10ヤード。ナイスラー、ここでドロープレーを投入しました。クォーターバックの長いと逆方向にランニングバック1番がドロープレー、カウンターを決めるように左オフガード付近突破、ディフェンスを筋がざまに約9ヤードのゲインを果たしております。さあ本日好調の1番の中田がここでまず投入されました。さあこの1ヤードどのようなプレーを行使するでしょう。あるいは一気にエンドゾーンを狙うか。サイドワインダーズサードアンド残り1ヤード、
き上がりました。クォーターバックプレッシャー浴びながら右に流れてレシーバーに流れてパスを投じました。しかしその競り合いで取りましたのはリードエフォート34番インターセプトで攻守交代になります。ターンオーバー、攻撃権変わりまして、リードエフォートエルズに攻守攻撃権変わります。見事インターセプトを果たしましたがリードエフォート34番の八木でした。近畿大学出身です。さあ攻撃権取り返し、リードエフォートエールズファーストアンテン、さあフレアパスからのキャッチアンドランはからんというところですが、ここでイエローフラッグが投じられております。リードエフォートエールズランプレーを試みましたが、ここでファールマーカー、何らかの反則が発生しております。キャロウさんはメッセージありがとうございます。エールズファイトのメッセージありがとうございます。オフェンスの反則です。ホールディングの形です。相手選手を掴んでいた模様です。10ヤードバッタイしましてファーストダウンやり直しという形になります。相手選手を掴む行為が発生、これによりスナップ地点より10ヤードのバッタイ、リードエフォートエールズファーストダウン、エールズファーストダウン20です。さあ下がりましたが、この20ヤード突破を図らんというところ、ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして、リードエフォートエールズ10点、サイドエンダーズ7点、非常に拮抗した展開で最終クォーター第4クォーターに移ります。